それでは今から私の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日つくしさんでは折り紙を使って制作を行いました。すごく簡単な折り方なんですけど、やっぱり難しいっていう子どもたちもいたんですけど、折り紙を折って貼った後にお絵描きするときにとっても楽しそうにしていたので、私も楽しくなりました。また今日は日直で門に立っていたんですが、保護者のつくしさんの保護者の方数人がお家ではいつも枝川先生って言ってくださっていたので、とっても嬉しくなりました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。